moments are the important moments that connect us. 気運な名古屋。皆さんこんばんは。6月20日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから Q 名古屋をお送りいたします。王子ね、この暑さなんですけども、ちょっとねお酒もちょっと控えて、食事もねまたちょっと控えてね、体重オーバーしないようにしてるんですけども、全然ね体重が増えずにね、増えるのはね、あの血圧の高さと ね加齢臭のね濃度だけがね、ね増えちゃってね、あの困っています。滑り王子マスクマンでございます。はい、今週末結構診断があるんですけれども、全然体重が減らなくて、このようにまた体重が増えているような気がする。一緒にコミスキーと、ちょっとですね、なんか暑くなったり寒くなったりが激しいなと思ったダンサーでございます。そうですね、ちょっとなんかミスリックのマイクおかしいです。はい、はい、このマイク入ってますかね。あら、はい、進めてください。はい、はい、じゃあ今週のテーマですね、はい、今週のテーマは雨宿り。入ってる？入ってない？はい、メールアドレスは kiyu@nagoya.q.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM-1 で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリは、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストは FM ギノワン毎週月曜日22時からの番組壊れかけのレディオのちょっくんとアッキーラさんになります。22時12分頃になります。名古屋は栄養コーナーもあります。雨宿りのテーマで22時38分頃になります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル8、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市厚田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。
お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナゴヤ。はい、はい、メールの前に、うん、あの味噌煮込みの声大丈夫ですかね。あ、聞こえてます。聞こえてますよ。はい、うん、びっくりしましたけどね。最初の前の下りから喋った方がいい。え、前の下り何をおしゃべりしていただいても結構でございますよ。うん、今週末健康診断があるので体重が増えて嫌だなっていう話をしたんだけど、王子と一緒ですね。聞こえたかな。もうそこは多分ね、はい、しっかり聞こえてると思うよ。はい、ありがとうございます。では、はい、マイク復活ということで、まあ、スペアマイクですね、うん、そうなのよ、うんうんうん、なんか今ねヘッドホンのねマイクとね、うん、この緊急で使ってるマイクとね、うん、今ダブルマイク状態でね、うん、なんかマイクがマイクに当たりそうで。あ、そうなの。もしかしたらね、これもね、王子パワーで、まあ、もしかしたらちょっとね電波もね、もう電波もマイクも滑って大変大変、うん、いや滑るって言わないと言ってたのに。あの高本さんがマイク・タイソンの戦いかなって。あ、いい表現ですね。上手ですね。ね、うん、そしたらですね、はい、メールご紹介しますよ。はい、お願いします。あら、新しいリスナーさんかな。うん、ちょっとこれね、あとでね、お分かりになると思いますけども、はい、お三人さんこんばんは。先週は突然他局の交番話でびっくりさせてすみません。以前から辞めるのを考えていましたが、今回は決心をつけました。さて、雨宿り。沖縄の昔の子供は雨に濡れながら帰宅した方が多かったです。私もそうでした。高校を卒業して自動車教習所へ通い、免許を取って未成年だったので父に頼み、ローンで中古の安い車を買ったので雨の日もお出かけしました。もしも車がなかったら、さだまさしの雨宿りのような素敵な出会いがあったかもしれないということでございますけどね、このね、はい、ラジオネームがね素晴らしいんですよ。はい、王子と秘密のちょめちょめよい。ふざけるな。素晴らしいですね。え、それ本当に書いてあるの。本当に書いてあるんですよね。うん、もう王子これをもう見た瞬間にね、うん、もう王子感激って。ふざけるな。びっくりしちゃいましたよ本当に。だんだんなんかラジオネームが過激になってる気がするけど、うん、大丈夫かな美奈子さん。もしかしたらこのちょめちょめがすごくあれなの、気になっちゃってるの美奈ちゃんは。いろ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 考えない。いや、いろいろ山城さんだったりとかね。そうですよ、ね、もうそれも一番最初に出てきますからね。一番最初に出てくるあたりがもう年代だよね。ね、やっぱりでもね、雨宿りというとね、うん、このさだまさしさんの歌がね思い浮かぶ方がねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、これもやっぱり素敵な出会いっていうね、はい、うん、ということでございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ではメールいきますね。はい、キウナゴヤの皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。60分への拡大おめでとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、雨宿り。雨宿りという表現を聞くと70年代にヒットしたさだまさしさんなどのフォークソングの歌詞に出てきそうなイメージを勝手にしちゃいますだよね。ね、やはりね、うん、通じるものが、うん、はい、しとしと雨での雨宿りのイメージですかね。何かロマンチックなイメージです。でも最近は線状降水帯という表現をよく耳にしますね。ドバーッという滝のような大雨での雨宿りはロマンチックになるどころかそれどころではない、下手すると命に関わる雨宿り、避難レベルになっちゃいますかねということです。うん、うん、まあ、いやでも本当に最近ね、うん、なんかこの前名古屋でも結構降りまして。そうだよね、うん、ちょっと
川の水も心配になったっていうとかね。まあ、こちらね、名古屋市よりかこう岡崎市っていうもうちょっとね外れがありますけども ね、そちらの方なんかちょっと浸水してるとこもあったみたいなんですけど、うん、そういうのもね気をつけないと ね、うん、なんか腰ぐらいまで水が来てたっていうとこもありますから。あ、そうなんですか。うんうん、で私のね、まあ知り合いというかね、はい、まあ仕事でちょっと付き合いのある方なんですけど、床上浸水したらしくて。え、本当ですか。うん、笑い事じゃないですよ、ね、だからね、もうあの仕事もやらずに自分のお家をね、うん、リフォームしてるっていうね方がいらっしゃいますけどね、うん、それはちょっと大変ということで ね、あのカープボーイさんもちょめちょめって言ったら山城慎吾と柳沢慎吾しか出てこない。アシュプリームさん、先ほどのラジオネームのセンスが最高って。あのね、うん、このこ高坊さんとラットさんのね、その王子、うん、このイエローカードのレッドカードって、これ、これはどういうこと。あのツイキャスで、これはどういうこと、ラットさんが王子ダメって言った後にレッドカードピーってなってて、で高坊さんも王子にイエローカードっていうこと。あのその理由を教えていただきたいな。え、多分あれですよ、うん、ラジオネームに喜びすぎたところじゃないですか。あ、そうなの。それでもみんな食いつくでしょ。はい、ということで、はい、はい、CM の後は、はい、電話ゲストコーナー、壊れかけのラジオのお二人が登場です。します。キウナ小屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円で、なんと 1.5kg まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店、夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キウナ小屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は、FM ギノワンで毎週月曜日、22時から放送中の番組壊れかけのラジオの、チョックとアッキーラさんです。こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。どうも。あ、どうも。あの電話では初めてですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。ではすいません、まずあのチョックの方から、自己紹介と番組のことちょっとお話ししていただいてもいいですか。はい、まあ、再度の報告になるんですけども、壊れかけのラジオ毎週月曜日、22時から23時までやっております。6月に1時間番組になりまし
った、ミキサーも MC もやってますジョックンです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてはい、その相方をやっております MC のアキラです。よろしくお願いいたします。いつもの行きます。はい、せーの、はい、メンソーレ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、バラバラやないかい。いや、実は私たち初めてお会いしたのが去年の7月だったんですけども、はい、はい、そうですね、浴衣ウィークですよね、確か浴衣ウィークのビアガーデンで初めてお会いして、はい、本当に僕、はい、あの時ですね、大変しょっぱなから失礼なことを言ったなと。全然大丈夫です。はい、壊れかけの人たちですかね。いや、もう最初からもう見抜かれてたなっていう、本当に。まあ、あながち間違いじゃないですよね。それを言った後にですね、その後、はい、そうですって言われたもんですから。いや、これは持ってるなと思いましたけども。いや、本当にあれから約1年早いですね。早いですね。いや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 、本当に。あの時はもう、ね、映像は見てたので、顔は分かりになってたものでしたか、ものでしたので、あの10時半から喋ってる人たちだなと思いながら、私たち思ってたんですけども、この度ですね、旧名古屋の方も1時間になりまして、そのお時間をお借りすることができまして、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそです。本当に。本当です。はい。ね、で、その時にですね、一緒にいたものがですね、はいはい、ちょうどですね、今日マイクが、ね、調子が悪くなりまして、マイク壊れちゃいまして、はい、ちょっとスペアマイクで喋っております。変わります。はい。はい。ちょっくん、あきらさん、コンバースデイ。あ、コンバースデイ。はい。みそぎこみすきでございます。はい、お久しぶりです。はい、ご無沙汰しております。はい、で、実際に浴衣ウィークの時のね、こうパーソナリティさんの交流会でお会いして、その後はね、スタジオにお邪魔して、1時間放送ということで、はい、すごく実際に宜野湾のスタジオで、1時間通し放送でやりましたけれども、はい、ね、あの頃から考えて、本当にリアルにお互いの番組が1時間になるなんて夢にも思いませんでしたけども、どうですか、お二人は。いや、そうですね、もうもはや有言実行ですね。ですね。そうですね。有言実行なんですか、アッキーラさん。ね、もともと1時間やりたいっていう感じでしたもんね。あ、そうですね、お互いになんか1時間にできたらいいなということを言ってたんですけれども、はい、ね、現実になりまして、いや、素晴らしいです、はい、ですね。1時間実際放送ね、されましたけれども、どうですか。そうですね、やっぱり、いや、もう人間って欲が出て1時間じゃ足りないってことに気づきました。さらなるさらなる上を目指しますかね。そうですね、増えていく一方ですね。目指せ、木曜日のね、皮膚水パツか。いやー、ね、もう超えてしまうんじゃないかなと思ってます。ね、でも実際に1時間になってやっぱりゲストさんとかと話すのゆっくり話したりするんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうか。ね、やっぱり落ち着いて喋れるっていうのは間違いないです。ゲストさんにも、まあ、失礼がなく喋りたい思いの丈を喋ってもらえるっていうね、急がせることなく。なるほど、そうですよね、はい、そこが一番大きいですね。あ、なるほど、うん、はい、ね、なんか毎回ね、さまざまな音楽以外の方のジャンルの方のゲストさんもね、結構こう招きして、なかなか豪華な作りというかね、素敵な番組ですけれども、どうですかね。いや、もう全部あけらさんのおかげですよ。まあそうですね。見てしろ見てしろ。ゲストは間違いなく、はい、そう、はい、間違いなくちょっくんはそこにはいなく僕だけの力ということで。あれ、そうなの。あ、で、ね、今度その力を、はい、その力を、
あのちょっくんは名古屋に行きますので、その時はよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。あのツイキャスでもね、たくさんのコメントが来てますよ。ラントさんが、ちょっくんとアッキーラさんだ、はい、待ってましたということで、ありがとうございます。カープボーイさんは、待たせましたな。カープボーイさんは思春期に少年から大人に変わる2人、どこにでも出てくるな笑いって。どこにでも出てくるなって、まあ、要はね、いろんな番組さんからねゲストのオファーがあるということで、人気者っていうことですよね。まあ、プラス自分たち、ね、まあ、はい、働いているので、はい、それでだと思います。チョックン、そこはやっぱり乗ってほしかったな。なるほど。、はい、沖縄大好きさんもコンバースデーということで、はい、で高坊さんがキラキラしているアッキーラさん、新しいキャッチフレーズだそうですっていうことですけど、あ、そうですね、今日からちょっとあの夏なので、はい、輝いてみようかと思ってます。これ今日からこのキャッチフレーズでいくんですか？そうなんですよ、ちょっとお昼使ってみました。なるほど、それで高坊さんが、はい、で、あのあとヤンキチさんが、チョック君、アッキーラさん、コンバースデーということで来てます。あ、コンバースデー、ありがとうございます。センキチさん、でシプリームさんも壊れかけの人、はい、当たりということで、はい、ありがとうございます。ケーターさんが壊れかけの味噌煮込みスキーマイク直さなきゃって。ああ、つながった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 。はい、ということでですね、はい、ツイキャスの皆さんもいろいろリアクションしてくださってるんですけれども、隣で待ち構えてる人がいるので、はい、代わってもらってもいいですかね。あ、はい、あ、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。もう終わり。あ、違う、嘘です、嘘ですよ。あの、はじめましてでございますよね。電話、電話ありますよ。あ、まあそうです、あの名刺とか、ね、お顔がねあれですけども、うん、あの、ね、一応ですね、はい、私ですね、あの旧名古屋のメンバーということでね、ご存知ありました？あ、存じ上げております。ありがとうございます。大丈夫です、まあ私とね、あのするとね、あのひっちゃかめっちゃかになって何喋ってるかね、わからなくなっちゃいますけども。おだまり。いえいえいえ、大丈夫でしょうか。おだまり。でもね、あのお二人ともね、あの、やっぱりトークがねお上手でね、あのいつもね感心するんですけども、ね、あ、いやでも、いや私結構長いことね、あの王子喋ってるんですけど、はい、ね、あの、はい、メールは見えない、漢字読めない、噛むわでね、長いことやってるけどね、全然上手くいかないんだよね。なんでだと思う？そうですか、そうですか、聞いてても普通ですよ、マスクさん。あ、そう。はい、よかった。字が読めないのは老眼だから。あ、そうだね。うん、あの近づいても見えないっていうね、寂しい結果なんですけどね。いやいやいや、でもね、やっぱり、トークがねこう弾んでいくっていうのは、ね、あのお二人のですね、なんていうのかな、その個性というかね、特徴っていうかね、番組自体がね面白くね成り立っていきますよね。ありがとうございます。うん、今日あの真面目な話してるでしょ。はい、うん、はいって言ったらあれですけど、あの大体ね、私が喋るとね、はい、皆さんね、ゲストの方がね、間を置かれて止まっちゃうんだよね。そうなんですか。何喋っていいのか分からなくなっちゃうのかな。うん、いやいや、もう愛されるキャラですよ、マスクマンさん。うん、アッキーラさんとなんか匂いが近いんじゃないかな。あ、本当？これはどうですか、アッキーラさん。うん、匂いが近いということは、またお仲間が増えるってことかな。いろんなこと、自分のことをよくね、分かってないっていうね、でよくあの滑りキャラと言われるんですけども、これ、はい、キャラでもなくてですね、いつもね、はい、きっちりかっちりちゃんとね、真面目なお話をしてるんです。はい、でもそれをね、はい、つつかれてね、なんか滑ってるよって言われちゃうんだよね。はい、あ、じゃあ、あれですか、ダンサーズさんと味噌煮込みスキーさんのせいってことです。そう、だからね、いつどこでポン出しが出てくるかわからないし、もう最近だとね、あの生でポン出しのようにね、お叱りを受けますんで、あ、うん、これはどういうことと思って。先々週ですね。うん、それびっくりしちゃいましたけどね。いやいや、もうそれはもうあれですよ、お二人からの愛だと思います。愛なの？いやもうね、この二人の愛情を受けるとね、もう、どんどんキュンキュンしちゃいますからね。はい、王子滑ってます。ほら、ラントさんがね、アッキーラさんと近くないよって。あら、失礼いたしました。え、なんかね、でも王子ね、ちょっと匂いが一緒かなって、
ただあのカレー臭とかそういうことじゃないですよ。はい、ちょっと似てるかなってところですよね。そうそうそう、はい、なんかこう、うん、こうイメージとかね、うん、はいはい、なんかそういうのが似てるっていう意味でね、うん、決してあのね、はい、脇が臭いとかさ、そういう意味じゃございませんからね。わかりました。滑ってます。で、明田さんが喋ってないんですけど、明田さんいますか？あ、うん、はい、お、あ、大丈夫です。どんどんちょっとお話してください。王子の金縛りにあってました。すいません。時を止める、その、うん、これですね、得意な。これ別にあの私あのジョジョのあのね、あのスタープラスでやるわけじゃございませんから。いや、本当に東京これからも、ね、いやこちらこそよろしくお願いいたします。いや、だからもっとね、はい、そうなんですよ、うん、王子今日また新しい仲間といいますか、うん、はい、ちょっとあのよかったらここで紹介させてもらってもいいですか、うん、あ、どうぞどうぞ、はい、またその仲間を増やすという意味で、はい、あの今度 FM 小座で、はい、月曜日の夜9時から始まる番組、はい、244.cafe っていうところからの剛さんをちょっとお呼びしてるんで、ちょっと皆さん挨拶したいということでいいですか？あ、どうぞどうぞ、はい、じゃあ剛さんお願いします。メンソーレ、メンソーレ、6月26日、21時から、244.coffee という番組やる剛です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。これを切ります。あの剛さんは東京で今活躍されてて、この沖縄で番組を持つということで、はい、また一つ輪が広がっていただけたらなと思ってこの場をお借りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。どういった番組になるんですか？それは聞いてからのお楽しみです。わお。はい、ここでちらりと剛さんを出演させてからの、はいはいはい、の内容秘密っていう、はい、引っ張るときするでしょう。引っ張る感じと引っ張りますね。内容そうですね、決まってないんでちょっと話せないです。いやそれ言っちゃダメ、言っちゃダメ。これ王子のトークで一緒だね。そう、これでまた広がったら旧名古屋さんのまたお力をお借りしたということで、本当にまたみんなでコミュニティ盛り上げていきましょう。ね、今ですね、うん、FM 宜野湾からのまたね FM 小座さんはもともと姉妹番組というか姉妹局なんですけれども、さらにね、はい、結びつきが強くなってるかなっていう感じはしますけれども、ね、やはりぜひこれを機に、はい、旧名古屋さんも FM 小座出演依頼お願いしたいと思います。よろしくお願いします。あ、ぜひはい、うん、はい、電話という形になりますけど、うん、はい、うん、まあ、はい、私たちはちょっとねなかなか、うん、スタジオにお邪魔できないんで、ね、リモートになりますけれども、いえいえいえ、ぜひぜひ来た際には、うん、はい、ぜひお願いします。お邪魔した時はそうですね、はい、うん、あ、そうですね、うん、はい、はい、そう、もう宜野湾も FM 小座も選びたい放題、よろしくお願いします。うまいですね、うん、いや素晴らしいですね。いろいろネットワークというかね、こう交流が広がってということで、はいはい、はい、ということで、はい、お時間となりました、ね、最後にもう一度番組の宣伝をババンとお願いします、はいはい、お願いします。はい、月曜日夜10時から11時まで、壊れかけのラジオやっております。そして26月26日から始まる、244.coffee ともによろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。ぜひですね、両番組ともぜひ皆様お聞きいただければと思います。はい、ということで本日は壊れかけのラジオのパーソナリティチョックンとアッキーラさん、そして剛さんでした。剛さん、はい、どうもありがとうございました。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 キユナ名古屋。はい、メールご紹介します、はい、こんばんは、名護しばらさんからです。ありがとうございます。昔川崎に住み始めの頃に前の職場の失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行って説明会の会場にいるときに突然外は大雨で雷ゴロゴロ、
一度だけ近くで落ちたような大きな雷が。ほう。説明会が終わり外は大雨だったけど雷は鳴っていないので駅まで走り始めたのですが、あまりの大雨で途中で喫茶店に入り、喫茶店の入り口に雨宿りしたのでした。そしてそばにもう一人男性が走ってきて横に立ちました。雨はますます強くなり私たちは喫茶店に入ることに。君、雷が怖いの？さっき飛び上がったよねって。その男性は後ろの席で見ていたみたい。そして雨が少し止むまでおしゃべりしていたのだけど、その人は野球のジャイアンツの2軍にいて腕を怪我して退団した人で、宮崎の出身だった。私は鹿児島から上京してきたばかりで話が盛り上がりました。偶然ハローワークで2回はお茶をして、その時にデートで横浜に遊びに行く約束を。しかし私は約束の駅に行きませんでした。きっと上京したてで都会の人を警戒したのだと思います。お互い連絡先を知らないのでそれっきりでしたが、雨宿りというと若い頃のその時のことを思い出します。あ、プロの野球団でも失業保険があることをその時に初めて知りました、ということです。おー、いやなんかいいですね、うんうん、それこそ歌になりそうなね、うんうん、エピソードですよね。そうだよね、うんうん、そういうちょっとなんていうのこう淡いこうちょっとこうロマンティックな感じがするね、うん、なんかそんな感じですよね。違う？今なんて言った？じゃなんかちょっとこうなんか淡い感じロマンティックっぽくない？それまた違う？あー、いいでしょ？いやいや、王子から淡い感じっていうフレーズが出てくると思わなかったから、もう一回聞き直しちゃった。結構そういうの得意なんですけどね。あ、そうなのね、うん、ただ次のメールはちょっとね、それと真逆なちょっと反応をしたいと思いますんで。はい、お願いします、ね。続いてですね、ダンサーサミソさん、滑り抵抗ゼロエクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。結婚なんて雨宿りみたいなもんだと思っているシュークリンです。おー、これは素晴らしい表現ですね。とあるウチナーガールと夜のドライブ途中コンビニで買い物をしている間に外は突然の傾い、しばらく店先で雨宿りをしていたのですが、しびれを切らした彼女は車に戻ることを提案、しかも足元はミュール。一旦は待つように促しましたが、さすがウチナーガール、突然のダッシュ、やむなく後を続き車に戻りました。あ、王子はそんじょそこらの傘ではリスナーさんからのツッコミの雨に濡れずにはいられないでしょうね。びしょ濡れだね。ああ、びしょ濡れね。まあでもね、ちょっとこれはこうこの内容とはちょっと違うんですけども、もしね、まあ、王子もね、彼女がいてですね、この雨が降って雨宿りするとかなかったらね、まあ、これは自分のね願望ですよ。願望なんですけどね、うん、できることならね、あのフリフリスカートの中に隠れたいっていうね。王子、滑ってます。ほら、それ願望じゃん。セクハラです。セクハラではないんだよね。ちょっとそれ願望なの。今ね、私もヤスさんのあの声をと思ったらやっぱ出てきましたね。もうね、土砂降りでね、びしょ濡れになるというかね、後で殴られてね、どうなるかと思うと、ね、冷や汗のね、汗がね、いっぱい出てきちゃってびしょ濡れかもしれないですけどね。そういう願望。次行きましょう。いや、タカボさんがね、さっきせっかくポエマーの王子って褒めてたから、それをツイキャスで読もうとしたら何こんな感じ。だからベーターさんがセクハラハラってなってるし。だから真逆のことをって言ったじゃない。それは願望です、王子と、ね、男の人ならちょっとはそういう気持ちがあるじゃん。カッポイさんがスカートの中に入りたいって山内さんと気が合いそうって。いや、それは山内さんどうなの、それはないんじゃない。いやいや、結構あれかもしれないです。あ、そう。うん、ねえ、それだから、ね、願望だから。山内さんあれですもんね、あの局長本当に滑ってるからねって言って心底言ってたからね。あ、そう、願望だからさ。じゃあメールいきますよ。はい、ラジオネーム、ジョージさんからです。ありがとうございます。ご無沙汰しております。お久しぶりでございます。夏バイクで走っていると突然の雷雨に打たれることがあります。以前あまりの豪雨にたまらず民家の屋根付き駐車場に飛び込んでやり過ごしていたら、おばあちゃんが出てきて追い出されるのかと思ったら
なんと饅頭をくださり、大変だねといたわってくれた思い出があります。雨宿りってなぜかいいことが起こりますよねっていうことで、うん、ね、先ほどのあのエピソードで、うん、そう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 、ジョージさんのエピソードといいね、やっぱりね、うん、雨宿りは何かドラマが、そう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 、ありますよね。ね、これまたね、はい、次のメールはね、はい、どういうことなんでしょうかね。進撃のめいちゃんからでございます。ありがとうございます。みそさんのマイクが入ってないというハプニングも、生ならではですもんね。みそさんのマイク復活本当に良かったです。良かったよね本当にね、皆さんに声がお届けできたね。スペアマイクだけどね、うんうん。そして雨宿りしている時はずっとラジオ聞いています。雨が止むまでは仕方がないんですけどね。そんなに濡れない小雨だと屋根があるところまでだったら走りますね。これね、次のあれがね、ちょっとどういうことかなと思ってさ、どうしたの、PS マスクマンついにマイクも滑らしたんですね。これまあね、さっきね、ツイキャスで、うん、私が、そのイエローカードとかレッドカードの話してたら、うん、どうやらこれマイクの話だったんですね、うん、そうだね。まあ、だから王子パワーでマイクを壊したからみんながイエローカードとかレッドカードこれもまあしょうがないですよね、まあ、王子のパワーが強すぎちゃってね、うん、まあ、でまたね、ちょめちょめは興味ないですって嘘つけちょめちょめ興味ないって。でまたね、先週はね、最後の雨の熱唱本当にありがとうございました。あのギャラもらってないけど歌いました。うん、うん、どうだったんですかね、あの突然歌い始めたんですか。いやだって、ね、リクエストがあればね歌うんですけど、ただ後から考えたらギャラもらってないなと思ってさ、メイちゃんからギャラはないでしょ。終わりです。もう終わり。カープボーイさんが先ほどね、山下さんの話ですかね、どうでもラジオで堂々とスカートの中に入りたいって言ってたよって、山下局長もだから、ね、局長も匂いが一緒でしょ。だったか、ね、フェザーさんがアイアイスカートってことで、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。だって山下さん飲みたいって言ってましたよ、うん、もう飲んで酔っ払ったら、二人とも酔っ払ったらどうなるんだろうね。でこう周りにこうギャラリーのこう、ね、お姉様方がいたらね、うんうん、まあ、だから二人ともスカートの中入ってるそういうおじさんかそういうことかそういうことね。スカートの中二人とも入って飲んでんじゃない、うんうん、これ一番いいじゃないですか。そういう、またそういうダンスでいい妄想するねそれ、セクハラです。セクハラだってさ、はい、ね、はいはい、ということでですね、はい、名古屋は栄養コーナー行きますか、うん、やります、はい、行きますか、ちょっと早いですけど、はい、行ってみましょう。はいはい、名古屋は栄養コーナーです、はいはい、今日はね、うん、雨宿りということで、はい、雨が降ったら、うん、こう名古屋のどこに行きますか、え、という名古屋のどこ、そう、うん、名古屋場所にもよります、ね、まあ場所にもよりますね、本当にそうだね、まあ、まあ、でも一応ね、名古屋栄養ということで、うん、まあ、大体名古屋のどのあたりでもいいんですけれども、うん、はい、でもね、決まっちゃってるよね、うん、今どうしてもですね、はい、行きやすいなってなると、まあ、近くにコンビニなんかがあればね、うんうん、そこに入ってっていうことが、でもあれですね、昔と違ってこう立ち読みとかできないでしょう、最近は雑誌なんかの、ね、うん、だから多分長居はね、なかなかしづらいのかもしれないですけど、うん、ちょっとこうフードコーナーがあるようなコンビニあるじゃないですか、うん、でそういうとこなんかだと、まあ、ちょっといてもいいのかなっていうのがありますけども、うん、まあ、王子一人で歩いてる設定じゃなくて、例えば、はい、こう県外の誰かと、はい、まあ、その名古屋に住んでない人と歩いてて、うん、まあ、本当は晴れだったらもっといろんなところに行ったんだけれど、うんうん、雨だったらね、どこに行きますか。近くにね、やっぱり名古屋だとね、こう喫茶店行きたいもんですから、あと米田とかね、うん、があればね、行きたいんですけど、ちょっとこうね、雨宿りできるような
でそこまで行けるような距離だったらいいんですけど、うんうん、でもなんかやっぱりそういう、商業施設とかですね、うんうん、入りやすいところに行っちゃいますよね。 あ、はい、あのね私はね一、はい、つ提案なんですけれども、うんうんうん、私はもう何ここしかないですね、うん、どこですか。地下街。そうそうなんですよ、うん、そうなんですよ、うん、やっぱり、うん、名古屋は、うん、地下街がすごいたくさんあります、はい、ね、あの栄もそうですけれども名古屋駅も新幹線の、うん、こう新幹線口の方もありますし、うん、この地下鉄側の方もありますね。あのとにかく地下街が発達してます、うん、そうですね、うんうん、そうですね。栄の方もいくつかねありますけれども、うん、地下街が、うん、あのいろいろくっついてますけども、うん、大抵の人ですね、はい、初めて来る方は迷いますね、うん、ああそうですよね、間違いなく迷いますね、うんうん、自分たちも迷う時ありますけども、うんね、うん、迷いやすいですね。当時はね、はい、あの地下街というとですね、この名駅にねあのチャンスセンターあるでしょ、はい、宝くじの、あ、はいはい、うん、それのイメージがすごい強いんですね昔からね。ほう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 、よくねなんかやっぱり並んでて、はい、皆さん、ね、購入されるんだなと思いながら、王子は買ったことないですけどね、うんうん、でもねそのイメージがすごい強いんですよ。ほうほう、あのチャンスセンターね、その宝くじ売り場に、うん、まあ、その時期に だったら、うん、行列ができてますからね、うんうん、それが名古屋のね、地下街のイメージが一番なんか強いですね。なるほど。今ねシュプリームさんがツイキャスで大須アメ横ビルに行きましょうってあるんですけれども、そうなんですよね、はい、アーケード街ということで、うんうん、まあ、地下もありますけれどもこう、ね、商店街こう屋根のついたアーケード街はやっぱり大須はいいですよね。そうですね、うん、ちょっとした食べ歩きみたいのもできますしね。そうなんですね、最初やっぱり大須っていうと昔はこう電気とか、ね、まあ、要は秋葉原的な感じ の、うんうん、イメージがあるんですけれども、うん、意外と今はこう食べるところというかグルメもね、そうですね、またね、うん、ちょっとしてこう食べ歩きが楽しめるというね、うん、ところもあるのでね、ちょっとね秋葉原的なところの要素もあるけども、うん、お年を召した方も行けるような、そうなんですよ、ね、本当に お寺もあるし、うんうん、あるし、で大須観音もありますし、うんうん、ね、で年齢層も本当に多様ですよね、うん、そうだね、うんうん、若い人から本当にお年を召した方まで幅広くいらっしゃいますし、うん、土曜日とか日曜日ですごく混んでますので、うんうん、大須もですね、雨宿りできるとこかなと思います。食べ歩きというと私はやっぱり栗子焼きかな。あ、くりくり回ってますね。ちょっと大判焼きというかね、太鼓焼きの、はいはい、こう栗のような形のね、はいはい、ということで、はい、名古屋は栄養のコーナーでした。はい、メールご紹介します。はい、お願いします、岐阜のキュウリのバーバさんからです。ありがとうございます。甘やると といえば、はい、すぐにさだまさしさんの歌が思い出されますがいや、思うんですけど、キユナオヤのリスナーさんやはりこの年代の方多いですよ ね、 多分ね、そうだろう ね、 ドラマみたいに雨宿りしたら素敵な男性に 駅まででしたら一緒にどうですかとか、よかったらこの傘使ってください返さなくてもいいですからみたいなことを言われ、お友達になれる出会いってないですよねいやいや、今先ほどねエピソード紹介しましたから、ありますよ。でも皆さんそういう願望がいいじゃないですか。願望もありますけどですね、先ほどちょっとね、島縄さんのこう、はいはい、リアルなねこう、はい、素敵なお話もありましたんでね、はい、チャンスはあります、うん、そうなんです。でもね、おばあだけど心ときめくのかな多分ときめかんなっていや、そんなことないです。年齢は関係ないです。そうですよ、そうですよ、うん、いくつになってもときめきます、はい。今日のゲストさん、壊れかけのラジオのお二人さん、どんなお話を聞けるか楽しみですということでございます。まあ王子がね、まあ、一人で喋り倒してね、うん、お二人何を喋ったか全然王子覚えてないっていう、うん、80% ぐらい王子が喋ったでしょ。地獄を見るわよ、まあ、いつものパターンでございますけど、
そうそう、先ほどね、あのカープボーイさんがなんて言ったか名前忘れたけど、地下の待ち合わせ でハチ公的なやつがあるよねっていうのは多分奈々ちゃん人形のことでしょう、ね、でもクリスタルじゃないですか、クリスタル広場じゃない、地下だと。ああ、それはありますけどね、うん、場所によりますね。まあそうですね、まあ、あのアーケードっていうかあれも、屋根ありますもんね、奈々ちゃんもね。ね、あ、うん、そうか、でも地下って言ってるからあれなのかな、うん、日産ギャラリーのことなのかな。そう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 、懐かしいですね、うん、日産ギャラリーってもうないでしょ、ね、今ないですよ、ね、でも確かに栄では、うん、待ち合わせ場所は、うん、名古屋の人はみんなしてるっていう ねそうです、懐かしいな。はい、はい、ではメール紹介します、はい、ジェニガタ警部さんからです。ありがとうございます。雨宿りですが、片振りなどの雨が多い沖縄では、雨を避けるために沖縄特有のピロティ方式、通称下駄、1階が駐車場で2階以降は移住地になっている建物のことだそうです。の建物が多く、急な雨が降ると下駄の建物の1階で雨宿りをして、雨が収まるまで、建物内でしのぎますね。県外ではピロティ方式の建物は見かけますか、ということで。そうですね、沖縄ってそういえば1階駐車場になっているところ多いですよね。建物の1階が駐車場で、もう2階目からは住む人が住んでるっていうところ。確かに沖縄多いかもです、うんうんうん、確かにこう愛知県とかの建物を見るよりは、うん、やっぱり沖縄の方がそのピロティ方式っていうんですかね、うんうんうん、っていう印象はありますね、はいはい、うんうん、やっぱりそっか、その時に、ね、雨がしのげるっていう、うんうんうん、そういうメリットがあるんですね。そうだよね。なるほど、うん、まあ、王子がそういうところでたむろしてるとね、あの不審者だと思われそうで、ちょっとね怖いんですけどね、うんうんうん、不法侵入って言われちゃいそうです、はい、まあ、はい、そうですね、そうですねそうですねって、ちゃんとしてますから大丈夫ですよええって、はい、もう次いきます。はい、はいはい、次はね、はい、ダンサーさん、ミトニコミスキーさん、マスクマさん、はい、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。もう15年以上前のことになると思いますが、仕事帰りに雨が降り出し、落雷となり、足早にバス乗り場に向かい、屋根の下へ入り待っていたところ、少ししてものすごい音とともにピカッと光りました。距離的には200メートルくらい先だったかな。最初何が起きたか分かりませんでしたが、雷が落ちたのです。本当にものすごい音に驚いた出来事でした。しばらく心臓バクバクでした。だよね、うん、雷の時はやはり車の中やしっかりとした建物の中へ逃げないといけませんね。皆様は目の前で落雷見たことありますか、ということでございます。音はね、うん、あるけどね、まあこう遠くでなんかあの光って、あ、落ちたんだなってことありますけど、目の前でもありますよ本当に。あのビルのところの角っこに落ちてるところ見ましたよ、うん、あらね、え、飛来心じゃなくて、なんでビルの角に落ちてるんだろうと思ったんですけど、うん、はいはい、本当にあの稲妻があの先端に来るんですよ、うん、ほうほうほう、ありました、うん、そういう時は別にあの近くにいてもビルビルが来ないの。あ、結構離れてましたから。あ、はいはい、でも近くだったら私も確かに危ないですよね、うんうん、私経験ありますよ。あら、近くに落ちて、うん、停電になった瞬間に、うん、家のテレビあたりに落ちて、でショートして、はい、火花が散って、うん、でテレビは壊れなかったんですよ、うんうん、そのテレビアンテナの落ちちゃうんですよ、壊れそうですけどね、うん、で大変だったなと、うん、びっくりしましたもん。それびっくりしますよね、カチンって音がして、そのすごい音だったんです、うんうんうん、そんなことが前、うんうん、まあ、どうでしょう、小さい頃でしたね、うん、ありました、ありました、うん、怖いですよね本当にね、うん、まあ、それでこう火事になったりとかする場合とかもあるんですよね、やっぱりね、ね、本当にね、それは気をつけようがないもん ね、はい、ね、で今ですね、あ、そうそう、あのツイキャスで、はい、スプリームさん、王子は人間飛来神と呼ばれてるのでは、まあ、飛来神というよりかね、まあ、まあ、女性が雷的なものをね、こうね、出してくれてますので、うん、それでこうね、あの全部受け止めるというね、王子、うん、滑ってます日本全国のね、まあ、女子大生の皆様から、熟女のお姉様方から全部ね受け止めますので、王子、うん、いつでもいらっしゃいって感じですね。もう終わりです、もう終わりだ、はい、さっきのね、あのごめんなさい、
FMJ 人新一さんがね、あのピロティの話で、はい、ピロティで雨宿りしてその家の方とばったり出くわす、大抵は許してくれますということで、ああ家の人が出てきちゃう、 あれみたいな感じ で、まね、ペーターさんが、うん、ピロティの下の部分もともとは、家畜をつなぐ場所らしいです。あ、そうなんですか。そうなんですね。そうするとでも あんまりコンクリートではない方がいいですよね、もしもともと家畜をね買われてるんだったらね。あのね、建物のピロティは本当にコンクリートですよ。ですよね、車を置いて、うん、ね、そうですね、はい、ね、あの岐阜の9人のバーバーさんが、雷は遠くで落ちてもすごい音なのに近くで落ちたらものすごい音でしょうねっていうことで。だよね、これすごいです。でも揺れるもんね、多分ね、あれね。あ、でも本当に揺れますよね、うん、振動ありますよね、うん、ドカンバリ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 って言いますもん、うん、ね、多分な、こう窓がビリビリしますもんね、うんうん、そうだよ ね、 ね、はい、お願いします、はい、はい、ありがとうございます。続いてですね、はい、旧名古屋の皆さん、こんばん名古屋、こんばん名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。雨宿り、皆さんはどこでされてますか？僕は車の中か、スーパーとかショッピングセンターの中の、お店の中で、買い物がてらに雨宿りをしていますよ、ということでございます。まあまあまあ、そうですね。まあ、一石二鳥って言い方は変ですけども、まあね、ちょっとこう入ってこうブラブラするっていうのもできますからね。うんうんうん、沖縄は本当に何でしょうね、急に降って急に上がるんで、はい、なんか本当にスーパーのこう軒先で待ってても、待ってたら、うん、あ、ちょっともう上がったみたいなことがあるので、はいはい、割と本当にこうお店のところで待ってたらいいかなって感じですね。うんうんうん、まあね、時間的にもね、ちょっとこうウィンドショッピングじゃないですけどね、それやっても時間潰れますからね、うん、もう何もせずじっとしてるのもね、ちょっと、あ、でも今あれかな、スマホとか見てるのかな。あー、ね、そっか、今はね、うんうん、そこでちょっとゲームやったりとかね、退屈はしないですよね。退屈しないですね。まあ、みそちゃんのようにね、皆様のね、つむつむやってるのかな今日もみたいなさ、うん、最近言われないですね。最近言われない ね、 ね、 ね、言われないね。なんでですかね。いや、つむつむしかもやったことないですからね。ああ、そういうこと、ね、はい、結構みんなにチェックされてるからね。ちょっと最近、パソコンのモニターで見てるんで、あんまりつむつむ的な動きがないかもしれない。そうだね、そうそう、うん、そうなんですよ。そうそう、それやってるとね、スマホで見てるとね、うんうん、結構間違えられるよね。ね、そうですね、うん、はい、今ね、結構モニターで見てるんで大丈夫です。でもまあね、みそちゃんゲームだからいいけど、うん、王子見てたらね、うん、違う動画見てんじゃないのと思われるから、そうそうそう、一生懸命見てるなと思ったら、その動画って何ですか。いや、それはちょっと言いませんけどね、うん、うん、今そんな感じ、ね、こんな感じ、こんな感じずっとこう王子の ときめきがこのあーみたいなね、うん、そればっか見てるからね、はい、うん、あのね、どんだけ出すね。そうそう、どんだけ出すのびっくりしちゃうよ、本当に喜んじゃうよ、王子が。いや、すでに喜んでる、ね、喜んでるね喜んでるよねえ、まあ、本当に ね、 ペーターさんがさっきね、あまりにも近いと音が聞こえませんってことで。あ、そうなの。そうなんですかね。へ、そうなんだ。あ、そうか、光と音が、うんうん、じゃなくて先に光が来るから、ど近いと同時、ほぼ同時じゃないですか。ああ、そっか、あ、そっかそっか、そうですよね、うん、タイムこう光と音の差がないってことですよね。そうですね、うん、なるほどなるほど、そういうことね、うん、でもまあ雷落ちたら怖いですもんね、本当のこと言ってね、うん、びっくりするし ね、 ですね、 ね、 この王子でさえね、ちょっとビビりじゃないけど、ね、おおと思いますから ね、 ね、うん、雷は滑らないんですか。雷あれはどうなんでしょうね。埼玉の郷さんが、うん、はい、光よりも速い滑りをする王子って、ああのね、当たってる、ね、そうそう、滑りとね、雷はね、ちょっと違うと思うんだけどな、うん、そのただ皆さんが思うとの滑りって、うん、どこがピンポイントで滑ってるか教えてほしいもん。はい、ということでね、エンディングです。来週のテーマは肉。
来週のテーマは肉です。肉といえばステーキ、鶏肉が大好物なの。皆様の肉エピソードをお送りください。この番組は陸上海上輸送を一貫サポート、名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト、社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。来週は肉ですよ。閉店ガラガラ。ということでどうもありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい、ではまた来週お願いいたします。